元の毛姫三味だ。やめろ、お前にアシタカがいるだろ。結婚だな、これいいのか。だからアシタカいいぞ。地元のな可愛い女の子と付き合ってから捨ててな、その後な可愛い女の子探しに行くんだ。いや、アシタカのいいとこだけ吸いたい。俺は地元の可愛い子とも付き合いたいし、サンとも付き合いたい。俺はでもあんな変な格好したくないし、おっことぬしさとも付き合う。俺は大丈夫、俺は君から離れない。伸びて単語はやらしいって。ジブリに逆らったら消えるぞって言ったやれ。あなたヤックルにやらない。ヤックル、ヤックル黙ってたら。あ、すいません。どうした。ストレスオイルで売ってるでいいの。タバコ以外どこ売ってますかね。どこでも売ってるぞ。すべての飲食店で売ってる。オイルが遠いからな。おい、やめろ、お前にアシタカがいるだろ。うるさい。おはようございます。うるさいじゃない。いいのか、じゃあ結婚だな、これいいのか。今アシタカ枠はまだ決まってないから。アシタカ枠が決まっちゃ結婚だな。じゃあこれがいいのか。結婚してくれんの。結婚ってことでいいんだな。じゃあこれが結婚にやたらこだわるじゃん。俺が明日かってことでいいんだな。じゃあ明日かやってくれるんだったら、まあ、いやそれ明日か最高だろ。まず先にデパート行くか。じゃあ明日かの格好できないよ。なんで。大変だからだ。すぐには作れない。交渉成立、交渉不成立。だから明日かいいぞ。明日かはな、地元のな可愛い女の子と付き合ってから捨ててな、その後な可愛い女の子探しに行くんだ。うるさい、明日かをバカにするな。明日かの人生は最高だぞ。ちゃんと明日かはな女を渡り歩いてるからな。うるさいな。悪いこと言わない、明日かやめとけ。うるさい。明日かはな、静かにしろ。静かにしろ。本当に静かにしていいんだな。分かった、じゃあ静かにするからな。よし、食べれ。どっちなんだ。明日かをやるのかやらないのかどっちだ。明日かをやる。服は着替えない。それが意味が分からない。いや、明日かのいいとこだけ吸いたい。俺は地元の可愛い子とも付き合いたいし、サンとも付き合いたい。俺はでもあんな変な格好したくないし、呪われたくない。俺はあざも嫌か。あざは嫌だ。あまり持ってくると聞いてるのか。おっことぬし様に言うよ。おっことぬし様とも付き合う。俺はいいとこで取る。俺はこだまとも付き合う。俺は少女たちにも言うよ。少女はちょっと遠慮しとく。俺にも選ぶ権利がある。何人ぐらい人間下ネタやめろ。昔下ネタよ。人間食うってもう女食うと同じだろ。そんな黙れ、うるさい。うるさい、わかった、静かにするからな。いいんだな、よしするぞ。二度と喋るな、声を出すな。わかったぞ。歌え、歌え、早く喋れ。喋っていいんだな。喋ろ。喋っていいんだな。じゃあ、うん、喋っていいよ。どこまで行くんだ。そっちは山だ。今からタタラバに行くの。タタラバ、やめとけ、エッチだぞ。そこは何がタタラバはエッチな場所だぞ。お前やめとけ。何が失礼な。じっかり湯もみしてんだから、あれをエッチだと言うな。よく調べろ、もののけ姫で検索しろ。いいか、もののけ姫にはすごい深い意味があるんだ。わかるか。うるさい。タタラバエッチなんだ。本当にタタラバエッチなんだ。わかるか。ジブリっていうのはエッチな部分がいっぱい入ってるんだ。おい、歪んだぞ。おい見えるか。あ、もう俺を離してくれ。やだ。大丈夫、俺は君から離れない。絶対やだ。大丈夫だ、俺を信じて。じゃあどっか行くもんな。行かない、絶対に行かない。誓おう、ここに。そうだ、一個仕事忘れてた。やらなきゃいけないこと。そうだ、ハッキングしろ。言うな。どこだ、ハッキングのやつは。ナイス、そっちには。どこだ、ハッキングのやつは。ナイス、そっちには。どこだ。ナイス、ここには。あれだ、手こずらせやがって。おい、ロケランぶち抜いてやろうか、ほんと。おい、お前やめろ。お前サンはそんなな、文明的なスカート履かない。これじゃない。ちぎれ。どれ。そんな、え、あれじゃないのか。あ、あれじゃない。え、おかしいな。違法白本持ってるけどな。裏にもあれ、裏に。裏にもあれ、教えるな。え、知らない、俺もここは。これどこだ、これ。ないだろ。なんだよ、この銀行手こずらせやがって、ほんとに。いや、さっきの場所だと思うんだけど。ここで E が出てこないのはどういうことだ。瞑想だ、瞑想。行かない、瞑想は。行かなきゃできない。瞑想行ったら逃げるじゃん。逃げない、逃げない。絶対逃げる。絶対逃げない。いい、この銀行じゃなくていい、別に。いや、ここはいいぞ。ここは結構狙い目な銀行だぞ。ここはな、結構な人気スポットだからな。どっちのな見方してんだ。いや、俺はな、ここは結構いいと思うぞ。でもここの銀行にされるな。違う、元の毛姫三味だ。元の毛姫三味。いらない、三は捨てろ。どの名前を。三で完成されてる、もう三は。くそ。そうだ、従順だな。いいぞ、少し好感度上げてやる。ちょっとどうしよう。だがな、これ以上街に行ってしまうとな、ちょっと厳しいぞ、お前じゃ。何が。じゃあもっと北の方まで連れてってやろうか。北の方に行くと誰も来ないぞ。誰も来ないのでいいんだよ、捕まりたくないから。いいのか、本当に。ラーメン屋の前でもいいわ、もう。やめとけ、いっぱい来るぞ。全員ロケランでぶち抜いてやる。昨日ラーメン屋で火あぶり事件があったからな。ラーメン開いてるのか。閉まってる。ノビーはどこに行ったの。ノビー誰だ、それ。知らないのか。知らない。知らないのか、ノビーを。やらしい。やらしい、知ってるじゃないか。知らない。知ってるだろ。
おことの様に教わってる。伸びて単語はやらしいって。あ、そうだ、正しい。今から俺は重大なこと言うぞ。なんだ。俺は25時間も衛星してるからな。どうなっても知らないぞ。つまりなんだ。もう俺は壊れてるんだ。いいな、分かったな。オッケーオッケーオッケー。あとはいつも壊れてるから連れてきた。そうか。ねえ、ここにいいボタンがないんだけど、どういうこと。瞑想だ。でも瞑想行ったら逃げるじゃん。逃げなかったらどうする。逃げなかったら寿司食べに行く。寿司、会場レストランに寿司食べに行く。会場レストラン寿司食べに行くんだな。うん、分かった。じゃあ待つよ。絶対ね。ああ、お前ズルをするな。動きようがないだろこの状態だと。なんとかして待ってあげてたんだよ。風を出してやろう。頭下げれないな。何ならいけるんだ。なんとかして、なんとかして。これ受けじゃない。これで動けたということにしとこう。いた、お利口さんだぞ。もう位置が動いてるから分かると動けるんだ俺は。だがな、動かずにってやった約束守ったんだ。お利口さんだぞ。いや、通るな、手錠は。お利口さんだ。手錠は通るな。そうだな。わかるか今。俺は動けたからな。うん。見ればわかったよな。どうだ、俺が言った通り瞑想したらできたか。あ、よくわかんないけど一旦よし。そうだ。うるさい、黙ってろ。本当に黙るぞ。黙る。いいのか。俺が3分間黙ったら寝るかもしれないといいんだな。今から集中するから黙れ。これ何ボタン押せばいいんだ。これは、いや、わからない。それはよし、集中するからな今から。な、難しくないだろそれは。難しいんだよこれは。繊細な作業だからなこれはな。繊細な作業。オッケー、見ろ。誰も来なかったら。うん、だちまちました犯罪見てらんないからな警察はな。いや本当はな、本当は俺たちも対応したいんだぞ本当はな。ちまいのは駆けつけるあれが価値がないからなあんまりな。おいおいおい、やめとけやめとけ。お前銀行強盗何回目だ。手が初だ。銀行強盗だけは手をつけてこなかった今まで。普だったらな、それちょっと、まあ、成功した方が気持ちいいんじゃないか。あと名前は。俺か。うん、俺の名前はライド真白。真白、いい名だね。そうか、お前がもしも名字がライドだったらライドさんだな。うるさい、そこは触れなかったんだ。まあ、そこは触れなかったんだから。お前は結婚に向いていない。やろう。お前はな、もう誰と結婚してもな、丸々さんになってしまうんだ。向いていない。逆、別に嫁がなきゃいいんじゃない。とのけ姫さん真白でもいいじゃん。そんな名字が欲しい奴はいない。うん、海に捨ててやろうか。そんなことしたらどうなるか分かってるのか。どうなるんだよ。泣くぞ俺が。泣けばいい。泣けばいい。泣きわめけばいい。お前の趣味を押し付けるな俺に。どこ行きたいんだ。諦めるな会話を。こう動揺するな。いつも通り。いつも通りか。普段ヤックルしか乗らないからこれ。もし現状どんなもん。ヤックルはお前のものじゃない、明日かのものだ。明日かのものは私のもの。そんなことはない。明日かお前捨てる。明日かは村の女を捨てた、はい、いいか。私を選んだ。一度捨てたやつは何回でも捨てるぞ。明日かもそうなのか。俺はな、今まで一度もな、捨てたことはないからな。拾ってばっかか。明日かは拾ったこともないからな。俺は明日か、私を拾うか。ああ拾うぞ。じゃあ警察に来い。やだ。なぜだ。人間は嫌い。人間は嫌い。ありがとう。じゃあ誰と一緒にいるんだ。これってジョアンナのことだったの。森のみんな。森のみんな。じゃあなんで車に乗ってるんだ。ほら消えてしまったぞ。マシタカ、マシタカ、ほら捕まえてみなさい。マシタカ、ほら、あれバグってる。バグってるってなんだ。ほら、マシタカが見えない。え、あれマシタカいない。嘘つくな。嘘。なんで嘘を覚えてしまったんだ。条件を言え。おい。おお、うちの先輩が頑張ってるわ。先輩ちょっと一目見せてくれ頼む。どれだお前先輩は。あ、あの赤いスーツ着てるのが先輩です。人間じゃねえか。マシタカゲットしました。マシタカ人間じゃねえか。警察助けて。サン車運転できるのかすげえな。あ、ヤックルよこれは。サンアックルなのかよ。あの、あそこの銀行強盗は警官来てたぞ。どういう意味それは。よかったなという意味だ。マシタカ私を捨てたのか今。いや、お前が俺を捨てたんだ。マシタカまた裏切るのか。動揺するな。マシタカ裏切るぞ。ここの銀行はどこだ。おい銀行を圧縮するな。来ないぞ。ここの電源はどこだ。電源タップは。どこだ。知らないぞ。いや、ここはな、道路反対側だ。これだこれだ。
分かった。じゃあ銀行強盗もう一件していいかに、言うことを聞いてくれ。俺の言うこと。何？無線を繋がしてくれ。逃げない。いいか、さっきのはな、歪みでな、俺が落ちてしまったんだ。落ちなければ俺は無線を聞いていたんだ。分かるか？分かった。はい、そういうことだ。ふぅ、よし。ハッキングしてるからな。オッケー、繋いだ。どこ行こうとした？真下か。タタラバに逃げようとしたね、今。タタラバエッチの場所だ、やめろ、言うな。やめ、タタラバをバカにするな。タタラバの女をバカにしたわけじゃない、エッチってだけだ。確かに、それは別にバカにしてない。いいか、真白、これからな、この銀行強盗が終わったら、お前をタタラバに連れていくからな。俺はエッチにならないぞ。俺は女じゃないからな。さあ、ハッキングを開始する。ダメだ、もう検索する元気もない、もう。そんなに起きてるのか？さっき言ったろ、26時間起きてるんだ、ほぼほぼ。なんで寝ないんだ？楽しいからな。楽しい。じゃあいいじゃないか。最高だもん。普段そんなに楽しくないみたいな感じに聞こえるけど。もうな、この職場最高だ。ああ、普段なんだ？なんかストレスが溜まってんのか？いや、普段も警察としてるぞ。だがな。だから。最高だ今日。落ち込むな。別に何も落ち込んで。嘘だ落ち込むな。うさ、今集中してんだ。嘘だ。確かにな、今日な、終わってしまったら寂しいと思う。だがな、いつもの日常の方が好きだ俺は。わかるか？でも今の方が楽しいって言ってたじゃん今。おいおいおい、落ち込むな。さあ今集中してんだ。8人大丈夫だ、大丈夫だ、大丈夫。どうせ警官来ない。大丈夫か、喋れてるか、ちゃんと人間とは。今の馬なんだ、喋れてないだろそれは。いや、バードしようかなと思って。さあ私がなんかあれか、いわゆる人見知りって言いたいのか。人見知り、そうだ。まあそもそも人間と関わってないからね。人間と関わっていないのか。人間は嫌い。そうか、誰と一番仲いいんだ今日は。そうか、明日か。おいおい、なろ、警察に。警察署から来たぞ、警察が。何、撃ち殺してやる。ちゃんと言え、来るなって。人質がいると言え。来るな、こっちは人質がいる。おい、やめろ。人質がいるだと。人質だと。こっちに人質がいる。真下から離れて。おいおいおい、あいつがグレーズ投げた。犯人いるぞ。出てって。おい、話を聞け。話を聞け。話を聞いてくれないぞ、あいつ。俺の職場の同僚なのに。外でロケランの音がする。だからタタラバは嫌いなんだよ。頼む、俺の手錠解いてくれ。なんで？俺もうお前に加勢する。本当に？ね、本当だ、本当だ。裏切ったら、おっことの様に言うからね。本当だ。しっ。いいか、俺人質だ。いいな。いいか、私が人質だ。いいか、いや、俺が人質でいいな。お前、嘘つくな。おい。今何を加勢するって。待て。聞こえてたわよ。お前ら。俺の女に手を出すな。俺の下か。ちょっと警察来すぎでしょうか。早くやれ。汚職するってことかい。汚職かどうかじゃない。な？ナイス。何を出してんだ。間違えた。まずい、危険だ。今すぐに俺に手錠しろ。下か撃て。いいか、手錠しろ、早く俺を。放て。早くしろ。警察ヘリを。よし。全然押収されましたって言ってされない場合はどうしたらいい？金を取れ。しかない。あともう少し待て。話しかけろあいつに。おい、タンクトップ。どうなんだ。おい、タンクトップ、お前。なんだ、なんなんだ。お前のそのタンクトップっていうな、その名字はな、タンクトップの仲間ってことだろ。じゃあ、お前、どっちにつくかわかるよな。てめえは何喋ってんだ。タンクトップはどこにいる？よく見ろ。どこにいる？犯人だろ、どう見ても。犯人、それはエロコスプレやろ。あ、お前。はい、金を取れ、お前は。見たろ。エロコスプレじゃねえのか。そう。タラバの女と男がいっぱい来た。中は。何？何、早く出てこい。私、人間の言葉わからない。俺が通訳する。みんな言ってくれ、俺が通訳する。警察も10人集まってるぞ、こっち。集まりすぎ。一人も来なかったくせに。だから来てあげたんだろ、感謝しろ。ありがとうございますと言え。ありがとうございます。そう、感謝が大事だからな。ただ来すぎだ。一人でいいんだ、一人で。暇なのか、今警察は。暇なわけないだろ、忙しいんだ、こっちは。10人ぐらいも来てんの？そんなのな。もう俺が大事だから決まってんだろ。いつまで立てこもるんだお前らは。あ、今ちょっと撮ってるから。お前らって言うな、俺人質だ。マスタカは私の味方。どっちなんだ。はー、いっぱい撮った。今回捕まったのは10億円の罰金だから。早く行け。10億円は出れない、私も。逮捕条件を言え。急ぎだろ警察。内緒人質がる。みたいな、そのグレネードでマスタカが吹っ飛ぶぞ。逮捕条件を言え。だ、逮捕条件って。あ、大丈夫だ。
このタンクトップさんがパシフィックでロケラ撃ってくる。解放条件を言え。解放条件はそうだな、フェイスだ。そう、サンが運転する。やり合う前だったから一回見に行って確認して。何分間特権してるんだ。25分間だ。ダメだ、飲めない。解放しなくていいの。人質さん、人質は解放する。さあ、レッツゴー。3分数えたら来るんだ。20時5分だったら来るぞ。これいいか、この右上の数字が20時5分だったら来るからな。いいか、2005だからな、分かる。あ、来てる。いける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 。タンの仲間の名前を言え。あれは誰だ。私は、マスタカーに飼われてる猫だ。本当に猫っぽいな。あ、これ閉じ込められて行かれへんのか。行けない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 。これ無理か。観念しろ。アタック禁止と言え。アタック禁止だ。はっきり言ってやれ、はっきり言ってやれ。ジブリに逆らったら消えるぞって言ってやれ。ケイケイ、いいこと教えてほしいか。お前だぞ、お前らは。よし、ヘリがまだいるからさ、あれ撃ち落としてもいい。いいよ。おい、あ、ごめんごめんごめん。エスティ今乱戦中。エスティ、これが仲間の名前か。呼ばれてる。おーい、待てよ。いや、あ、返せ、仲間を返せ、仲間を返せ。待って、今車両の中に入れる。車両の中に入れる。お前、あと20秒しかないぞ。雷電コース走れ。雷電コース走ろう。オッケーオッケー。雷電コースってなんだ。私は雷電コースでもなんかわからない。マシロさん、これ汚職です。おい、お前ら、もしも俺が警官をクビになったらお前引き取れよ。当たり前だ。いいよ。あ、オッケー。取ってあげる。あの青いのは。こうして大丈夫ですか。当時次解放条件って何なんですか。出るかだけど。ノーリミットン。ノーリミ全員殺せ、とりあえず。助けてくれ。よし、すぐ治るぞ。よし、当時だぞ。うん、はい、エライド君、高度治療ね、これは。出血してる。やばい、出血。出血、なあ、出血してるんだよ。プラシーボだ、プラシーボ。出血してる、出血。これ、よし、これで大丈夫かな。いや、頭に違和感がある。あー、それは治ったばっかだから。じゃこれ治ってるんだろう。だらいい。なんだ。よし、あー、治してもらったぞ。よし、俺が治してやる。マスタカーちゃんと警察を辞める手続きをしてくれるぞ。おー、マイニー君、何を言ってるんだ。俺はやめますね。おい、ジャムネ、どうなってんだ。頑張れよ。私のせいか。今どういう状況か教えてくれ。同じ警察の子さんずっとあんたが犯人だって言ってた。あ、どこに。俺が犯人。大丈夫か。まさか大丈夫か。おい、やめろ。2周目か。送ってってあげるんだよ。送ってってあげるの、警察署に。お前らも車ないだろ。私の車もう爆発しちゃった。これなんだ。おかえり。似合ってるぞ。よし、教えてくれ。警察署に連れてくんだよ。教えてくれ、一体前のコスプレは何なんだ。普通に猫だよ。あ、見る見る見る。何を言ってるんだ。コスプレ見せてあげるよ。見せてくれよ。しっかり見るんだぞ。いや、だからこれは何のコスプレでしょう。はい、こうだ。これは、トリの銀だ。そうそう、トリの銀って本物はどこにいるんだ。トリの銀は今汚職したって噂になってるぞ。俺が汚職したって言われてる時にはトリの銀も汚職したって言われてるんだ。奇妙なほど俺たちは縁があるんだ。なるほど、なるほど。じゃあ、マスタカもアンデレラにならないか。助けてくれ。マスタカは警察をやめた。やめてない、置いていけ。待て、鳥の銀に俺は会いに行く。パイナップルの原作はどこだ。おい、ペオ。何？こいつの頭を撃て。マスタカ、どこにいる。そうだな。そうだ、だから人間は嫌い。違う、違う。犯罪者が。マスタカ、すいません、マスタカ、ダラさん、ゼロヒーロー、本気にゴール。ああ、ちょっと待って。やばい、やばい、やばい、やばい。730のコンビニ強盗。ゴールあるはずって。バケモンいる。ああ、ちょっと待って。やめろ、すいません。アンブレラです。すいません。撃たれたぞ、今。やばい、やばい。どういうこと、どういうことなんだよ。ラーの救急は最高のオチだ。私のこと大事だったね。ラーの救急隊どうなってんだ、本当は。ありがとうございます。ツバー、ツバー、ダウン車蘇生してきます。大丈夫だな。あなたは、そなたは美しい。ありがとう、人間は嫌い。あなたはヤックルにならない。すいません、これ水爆で落ちちゃうの。いくら黙ってたの。ありがとう。で、真下からゲットした。撮るからちょっと待ってね。ありがとう。出勤します。真下か、真下じっとしてます。痛い痛い痛い。真下かじっとしなさい。静かやね。大丈夫、起こすよ。明日か。明日か。
マシタカじゃない、もののけさん。はい、マシタカお願いします。はい、ダチマだと思う。ヤックル、ありがとう。夏目、お前警官じゃないのか。これ個人、ありがとう。え、あ、ま、個人なのか。これ一緒に個人もやってた。夏目、何が起きてるんだ。わかんない。うまく回ればいいんじゃない。爆発落ちだから全部うまくいった。うん、おやめろ、これ以上続けるな。銃声ってどうやってと、銃装ってどうやっとんの。え、ピンセット、ピンセット、ああ、詳しいね。ありがとう。ごめん、僕、やぶ医者だからマジでわかんない。よくわからないが、また。していいですか、うん、またね。また、また明日遊んでやるからな、まったく。仕方ない奴らだ。